こんにちは、つちのこです。さあ、更新でね、今回ポケモンサファリが、出てます。なのでポケモンサファリね、まずやっていきましょう。パーティーですけど、今回ね、出るポケモンは大体分かってて、弱点がね、地面タイプが非常に多いです。そして、強いね、グラードン、今回3匹ステージなので、ガラガラのノンストップ連続で発動するとダメージがアップ、これもね、効果的に使えたらなという感じです。メガ枠にはね、メガ進化しやすいゲンガーを入れています。さあ、それじゃあ行ってみましょう。またね、非常に捕まえにくいポケモンいるみたいなんで、そこら辺も、まあ、見つつ行っていきたいと思います。まずは記念すべき1回目はヒヒダルマ。さあ、いきなりヒヒダルマが出ましたね。これちょっと確か出にくいポケモンじゃなかったかな。なのでこれはちょっとスーパーボール投げましょうか。その方がいいような気がしてきたな。そうですか、ヒヒダルマが来ましたかちょっと迷いますね。よし、まずはガラガラから揃えていきましょう。ゲンガーから、そしてグラードンが落ちる。はい、いいですよ。なるほど、まあこうでしょうね。グラードンから揃えましょうか。お、揺さぶるが効きましたね。そしてゲンガーも揃いました。いいね、いいよ、素晴らしい、頑張れ、いいよ。オッケーオッケー、はい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 、なるほど。さあ、おお、これはもうどこ揃えていいやらという感じでしょうが、まずは連撃のからガラガラから揃えていきます。オッケーオッケー、あ、連撃じゃない、ノンストップね。いいよ、よし、てかバッチリ残してゲット、ゲットはまだだね。おほほほ、はい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 、あ、気持ちいいわ、久しぶりこんなの、いいね。さあ、どんどん続いちゃっていいよ。続く続く、まだまだ続く。ああ、もうなんか眺めてましょうか、ずっとね。よし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 、まだまだ続くよ、頑張れ頑張れ。あー、87で終わっちゃった。さあ、残り手数7、どうでしょうか、ゲット率はいくつかな。さあ、ポケモンゲットタイム。 5% からの、おお、いいね、 47%。 これはスーパーボール使えばほぼ 100% に近いんじゃないでしょうか。もうゲットしたい、ピシッ、よし、やりました、ヒヒダルマいきなりゲットです。はい、ランクも S ですね。攻撃力60で、やけどさせる、相手をやけどにするヒヒダルマをゲットすることができました。さあ、ライフが続くまでやっていきましょう。次は誰かな。手数7、違うポケモンですね。さあ、誰でしょう。ダルマッカこれはなんか多分、ずっと出てきそうな感じのポケモンですね、見た目的に。さあ、それでもまだね、ゲットしてないので真剣にやっていきましょう。なるべくね、早い手数で倒したいです。こういきましょうか、グラードン揺さぶるから。はいはいはい、もう早めに倒しちゃいたいですね。カラカラカラ、こんな感じで、どうでしょう。よし、いいよ、もうここで決めたい。よし、終わりました。これはお邪魔もね、少ないし、非常に簡単な、ポケモンだと思います。ステージだと思いますね。うん、はい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 、いい感じですなんか当分コンボと、あ、当分コンボをね、見続ける感じになるのかな、もしかして。前回のね、サメ肌もそうだったような気がします。さあ、ポケモンゲットタイム。ここら辺はね、ゲットできなくても、スーパーボールは投げません。多分いっぱい合うと思うから。さあ、どうでしょう。はい、来い。はい、ダルマッカゲットできました。200コインもらえますね。攻撃力50でお邪魔消し。あんまり多分出番がないポケモンですね。さあ、もう一度行きましょう。
誰が来るんでしょうか。手数12。さあ誰が来る。おっと、あ、お邪魔が難しいと思いましたが落雷が来ましたね。さてと、ここら辺もしっかりやりたいとこですが、まあゲンガーも揃うから、ガラガラから揃えていきましょうか。こんな感じかな。はいはいはい。おお、やってくるねこれは。 HP もそこそこ高いと。バリアはちょっと早めに片付けた方がいいけれども、こうでしょうかね。はいはいはい、いいよ、頑張れ頑張れ、いい感じですよ。いい感じいい感じ、はい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 。あー、上でいい感じに連鎖してくれてますね。そしてまたバリアをしてきました。カラカラカラですかね。はい、やっつけました。結構運良かったかもね、今の上でだいぶ連鎖してくれたから。さあポケモンゲットタイム。 8% からの 35%、 ちょっと捕まえにくいかもね。さあどうでしょう。おお、みんな一発でゲットしちゃう。やりました。コインも貯まるよ。攻撃力40で連撃、これもね、連撃があるけれども、まあ、攻撃力ちょっと低めということで出番はあまりないかと思われます。行ってみましょう。手数12。あ、同じかな、落雷ですね。さてやっていきましょう。はい、手数7。お、出てないやつじゃない？おどしし出ましたね。おどしし、手数7でこんな感じの配置か。結構いいな、結構やるね。よし、ガラガラから揃えてゲンガー行きましょうか。いいよいいよいいよ。なるほど、ガラガラからでゲンガー行きましょう。はい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 、オッケーです。いいね。はい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 、どんどん続いちゃって、まあ100コンボ以上はいっちゃって。はい、いいよいいよいいよ。よしよし、もうちょっと、100コンボまでもうちょっと、頑張れ頑張れ頑張れ。あー、96コンボでした。ポケモンゲットタイム。25からの、おお、 85% までいきました。さあゲットしてくれ。よし、おどししゲットです。ポケモン、おどしし攻撃力60、そして相手を眠りにする、ノーマルタイプですね。相手を眠りはね、シェイミも確か眠りですよね。あれは攻撃力70だったと思います。ちょっとまああんまり使うことはないかなという感じのポケモンでしょうか。さあ、サファリのね、確か 5ポケモン中4ポケモンはこれで揃いましたね。ということでラストの1匹、もうね、情報出てますが、ライボルトさんに会う旅になると思います。それじゃあね、次回はライボルトに会うまで、やっていこうと思います。どんぐらいかかるかな、今回は。前回のねサメ肌は結構かかりましたからね。まあドキドキしながら頑張りたいと思います。ということで、よかったらね、また次も見てください。それじゃあ土の子でした。